マイナイ -1109? 十 -1112? ナ -1109? 計1リットルトリパラマイナ九、-1109? ス -1112 とは、ドイツの BF-109 戦闘機を、スペインのイスパのアビアシオン社が、ライセンス生産し、エンジン等を変更した単発レシプロエンジン、戦闘機である。マイナス -1112M1 リットルと BF-109?G-2 スペイン政府は、 第二次世界大戦中の1942年に、ドイツから供給される DB605 エンジン、プロペラ、軽機、武装を使用して、BF109G-2 をライセンス生産する、接衝を、メッサー・シミット社と行った。これはドイツが、自国の需要に対応するために不可能になり、結局スペインにはわずか25機分の機体と、必要な分の半分に満たない。 設計図しか届かなかった。この機体に、イスパノ社が 1300HP の 12Z-89 エンジンを代わりに搭載したものが、1944年にバルセロナで飛行する一方で、VDM 製のプロペラと間に合わせのエンジンマウントを取り付けた機体であるハ、波 -1109J1L の初号機が、第二次世界大戦で、 ドイツが降伏する2ヶ月前の1945年3月にセビリアで初飛行した。その他の24機分の機体はエッシャーウィス製のプロペラをつけて1947年から1949年にかけて完成したが実動運用には入らなかった。イスパのスイザ製の 12Z-17 エンジンに合わせて搭載方法を改善した発展型がハマイナス1109。110 1> 計一リットルとして1951年5月に開発された。d h 油圧式三枚ブレードのプロペラを装備した機体はトリパラと呼ばれ、一丁か二丁の1 2 7ト、mm、ルブレダ機関銃とピラタス製8連8 0ト、mm、ルロケット弾を装備していた。波1 1 0 9計一リットルは1951年に初飛行を行い、200機が製造されることが、 計画されたが、実際は65機しか作られなかった。情景の写真の機体は、タブラダ、モロン空軍基地、トレホン空軍基地、レオンに配備された後、1955年に退役した。同機は1971年5月6日に航空博物館の所蔵となった。2番目の型のハマイナス1 1 0 k 1リットルは、タンデム複座の練習機モデルであった。 最終型はハ、ス -1112M1 リットルと呼ばれ、ス -1112M1 リットルは1600馬力の、マーリン500から45エンジントロートル社製の、プロペーラを装着し、1954年3月29日に、初飛行した。このエンジンは、大きな吸入口を必要としたことからブジョンの名が、付けられた。武装は2門の 20mm イスパノスイザー s 404、408 40航空機関砲と2機のエリコン製か、ピラタス製の8連8 0ト、mm、ルロケット弾を装備していた。この型は1965年12月27日まで現役だった。ハマイナス 1112M1 リットルは1960年代半ばまで飛行可能な状態を保っていたことから BF-109E や G として空軍大戦略。 メンフィスベルやタスキーニーエアーメンといった映画に出演した。注目すべきことに空軍大戦略の中では、ブチョンが BF-109 の仇役のホーカーハリケーンも演じている一場面がある。ありがとうございます。